グリジニリン酸 N アセチルグルコサミンはトーヌクレオチドの一つであり、代謝における補酵素の一つである。UDP グレクナックは、基質に N アセチルグルコサミン残器を転移するためにグリコシルキ転移酵素によって使われる。D グルコサミンはグルコサミンマイナス6リン酸の形で天然で作られ、すべての窒素含有糖等の生科学的線具体である。 具体的に言うと、グルコサミンマイナス6リン酸は、ヘキソサミン性合成経路の第一段階として、フルクトースマイナス6リン酸及びグルタミンから合成される。この経路の最終産物が UDP グレクナックであり、グリコサミノグリカンやプロテオグリカン、糖資質,質を作るために用いられる。UDP グレクナックは、幅広い種において、大結合型 N。 アセチルグルコサミン定位酵素の基質として細胞内シグナル伝達に広範に関与している。また、角膜後形成及び角シグナル伝達にも関与している。オグット及び OG 分解酵素は細胞骨格の構造において重要な役割を果たしている。哺乳類では水臓のベータ細胞においてオグット転写産物が多くあり、 UDP グレクナックはグルコース感知機構の一部を成していると考えられている。また、その他の細胞でインスリン抵抗性に関与していることも明らかにされている。植物ではジベレリン生産の制御に関与している。クラーストリディアムのオブジェイタイプ A アルファートキシンは、大結合型 N、アセチルグルコサミン転移酵素であり、ロータンパク質に作用し、 細胞骨格の崩壊の原因となる。ありがとうございます。